キロの車ずっとついてくんな。気のせいか。ちょっと20分近く、いや30分ぐらいかな、ずっと後ろ走ってんね。もう来へんやろ。偶然かこれ。ずっと一緒やん。尾行されてんじゃんマジで。ちゃうかな。さすがにちゃうか。ちょっとこう右曲がったろ。うわわ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 。曲がってきよった。確実や。確定や確定や。絶対尾行してる。え、なんで？めっちゃ怖いねんけど。え、なんでやろ？めっちゃついてくる。え、怖っ。これ右曲がったらもう確定やろ。右曲がる。うーわ、ウインカー出しやがった。もう一発右曲がったろ。うわ、もう来てるやん。え、絶対尾行してる。こんな右折左折ずっと一緒にならんやろ。え、どうしよう。絶対そうやん。なんで？俺なんで尾行されることあんの？左。うわ、来よった。あ、確定や。あっかん、あっかん、俺もこれ行ったろ。え、絶対、あ、もう左で、向こうも左や。細めの路地入っても来るやん。もう何？なんで俺尾行されんの？普通に腹立つ。この細い路地左入ったろ。来んなよ、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 来んなよ。来んなよ。はい、来たー。確定。はい、確定。最悪。あかん、俺も言いに行ったろ。一回止まったろ。でも止まって、一回向こうやり過ごすか。それでは。うーわ、止まりやった、止まりやった、止まりやった。あかん。行ったろ。マジなんやろ。普通に払った。絶対尾行してるやん。なんで尾行してんの？あ、どうも。あ、どうもどうも。先日は。ああ、どうもどうも。はい、あ、この間。ありがとうございました。この間のちょっと打ち合わせの件なんですけど、こっちの個人上司の個人的な感情でちょっと一回ゼロに戻させていただきたくて。僕、あの家がもうすぐそこで。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんですね。はい、いや、ずっと同じあれを辿ってたので。すいません。はい、ちょっと申し訳です。こちら側の上司の個人的な感情で一回ゼロに戻したいということですので、すみません。またお願いします。個人的な感情。あ、家この辺なんですね。はい。あ、顔見知り合いに尾行してると勘違いしてるとこ見られた。最悪や。顔見知り合いに、めちゃめちゃ顔見知り合いに、お前尾行してるやんけって言うとまた、めっちゃ恥ずいねんけど、何この恥ずさ。冷静に考えてる。俺が尾行されるわけないやん。 なんでそれを分からなかったやろ。俺だって尾行されるの立場ちゃうのに、なんで、あんな強気に尾行してるやんけって言ったことやろ。めっちゃ恥ずい。しかもそれが軽い知り合いやった。なんかめっちゃ知り合いやったら、お前何勘違いしてんねん。そもそもお前が尾行なんかされるわけないやろみたいな人いじりと人盛り上がりあるけど、軽い知り合いが、その打ち合わせの時もだって端と端に座ってたぐらいの関係性が、マスク姿だけじゃ分からんし、撮った時もしばらくわからんかったし、めっちゃ恥ずい。何この恥ずさ。え、めっちゃ恥ずい。あ、タクシー止まってた。まだ、あ、タクシーまだ止まってたはず。え、めっちゃ恥ずい。タクシー止まってた。え、どうしよう。あ、めっちゃ恥ずい。ジャ
ジャル。